はい、どうも、又彦です。明日から行われる松戸競輪 G3 ナイターの初日の予想をしていきたいと思います。まあ、前レース予想はもちろんしないんですけど、まあ、ちょっと自信あるとこだけ選んで予想していきたいと思います。で、まず最初に2レースですね。1番車の青野選手、ここが本命になってくるのかなと。で、別戦で小川慎太郎選手いますけど、結構ね、高原選手も含めて点数が、同じぐらいのラインが2つありますね。ここ一次予選にしては結構激戦区かなというところになると。で、オッズ分かんないですけど、本命は青野選手、山賀選手にが人気するんじゃないかなって思うんですけど、まあ私もその通り青野選手、山賀選手のラインで決まるかなと。で、小川選手はおそらく後方からの、まあ、繰り返しと。で、まあ、3着後方であるとは思うんですが、今回は青野選手、山賀選手でもし決まった時、小川選手は買わないと。3着候補は、4番の片織選手か2番の岡本選手で勝負していきたいなと。まあ、1551の7で決まったら仕方ない、1551の3で決まっても仕方ないかなということですね。まあ、片織選手が思った以上に強かった時が小川選手が、まあ、クリが決まるパターンになると。なんだかんだ言って4着以内には入ってきそうだから、小川選手、高原選手どっちかが3着に入るっていうのは、おそらく人気通り決まりそうな気もするけど、まあ、ちょっと配当次第ですね。で、山賀選手前場所落車してるんで、青野選手をさせるかって言われたら何とも言えないですね。オッズがつくのであれば山賀選手の差し切りで買いたいと思います。はい、それでは次第3レースを予想していきます。このレースは3分戦ですね。で、徹底先行中野選手と7番の林選手、この2つのラインがやり合ったところを、川越選手のラインがまくり切って長澤選手が最後差し切りますよっていうような、オッズになるとは思います。ただですね、7番の林選手も初手から突っ張る可能性も十分ありますし、3番の川越選手もさほど調子が良さそうには見えないんで、ラインの先頭の選手っていうのはちょっと信用が、できないかなと。特に1着では買いづらいかなっていうのは、このレースのちょっと見た感じの感想ですね。ってことは、ラインの番手の選手から狙っていった方が当たるんじゃないかと。まあ、結構私の好きな買い方なんですけど、例えば、129のボックスも全員番手の選手を狙うとかですね。っていう風に買っていけば当たりそうな気がする。まあ、7番の林選手が先行して、まあ、3番の川越選手が中段取れればいいんですけど、車番的には1番後ろなんで、どうしても1回切りたいですよね。で、5番を先行させてまくりに行くと。まあ、まくれなかったら長澤選手が最後突っ込んできて299に、まあ、結局7のラインが先行してたら1991っていうような買い方が一番当たりそうな気がするので、まあもう本当この3つの2車単ボックスでもいいのかなというふうに思いました。ちょっと3着候補がね絞りきれないんで、先行選手が残ったりもしそうだし、まあ3連単で大きい配当狙いたいんですけど、ここは2車単ボックスで買いたいと思います。はい、次のレースは第7レース。ここは2対3対3対1と。4番の日高選手、121期ですね。まあ、先行まくりということで、G3 初めてですかね。まあ、力を出し切りたいっていうようなレースになるのかなと。
いうところですけど、本命は9番の菊池選手に大森選手のラインが人気を背負うんじゃないかなと。ただですね、ここ日高選手地元なんで、地元地区はやっぱり頑張って先行したいっていうのもあるので、菊池選手はなかなか中段を取りづらいレースになるのかなと。で、思った以上にね、かますのに時間がかかるかもしれないです。一気にスピードよくまくりければいいんですけど、早めの巻き返しっていう風にはなかなかできないかな。日高選手も最初から踏みそうなんで、ってなってくると、これ一番の橋本選手に展開が向くということですね。なんでここ9559が売れれば売れるほど、1771からまずは狙ってみるっていうのも面白いですね。で、9番ができたら、大森選手は絶対刺すと思ってます。だから95は買わないってことね。で、3着のこの星名選手も、ずっと見てるんですけど、結構強いので、まあ、普通についてこれるんじゃないかなと。いうところで、まあ、あまりにも橋本選手のまくりがいいまくり以外は、星名選手の3着も全然あると。だから、2つのラインがやり合った時に、橋本選手のまくりが決まった時面白いのが1号ですね。うん。ここ、配当がつけば結構狙っていきたいな。1551。うん。ですね。まあ、592が本命になりそうなんで、まあ、591519521512とかですね。全然買えるかなと。なので、ここは大森選手と1番の橋本選手に期待をしたいと思います。はい、次は第8レースということで、2対3対2対2の細切れ戦と。本命は森田選手、諸橋選手の関東コンビに、田村選手の3人が人気を背負いそうですね。ただですね、このレース私が期待しているのは1番の岸選手。だん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 強くなってるんですよね。スピードも結構ノリがいいし、33バンクは合うんじゃないかなって思います。ただ番手が藤井選手なんで、ちょっと不安もあるんですけど、藤井選手もついていけば立て足はあるんで、全然頭まで見えてくるかなと。まあ、全ては森田選手の調子次第で、前回の G1 ではバック3回取ってたんですけど、まあ、なかなかいい走りしてたんで、まあ、点数通りの力はあるかなと。ただ本命で決まると安いんで、ここは1と5を絡めた車検で、少し配当のいいところを狙いたいなと思うんですけど、まあ、最終的に2番の森田選手がその岸選手を出させた後にまくれるかっていうところで、まあ、まくる可能性は高いんですけど、まくりきれなかったら諸橋選手が、まあ、藤井選手の打ちついてどかしたりとかっていう展開も全然あるなって思ったので、このレースは15のラインと、27この4つを3連単ボックスで勝負したいと思います。もう他の選手はもうレースに参加できないっていうことで、もう買い目からは外したいと思います。まあ、7番の後ろの4番の田村選手はちょっと抑え、3着には買いたいんですけど、ちょっと点数が広がりそうなんで、1257の前になるだろう4人のボックス買いで勝負したいと思います。はい、最後の12レースですね。S級初日特選 G1 明けなんですけど、なかなかメンバー集まってますね。ここは郡司選手が深谷選手の前回りです。まあ、地元千葉和田選手を3番手入れて、ライン3人で初日特選を戦うということで、徹底選考は正直いないんですよね。
いないので、もうここはもう来地元ということで、もう郡司選手の先行に、山張って買いたいなと思います。あと調子いい選手がやっぱり来るので、ここで言うと7番の松本選手とかは連絡みするかもしれないですね。で、狙うところはもう9-4からです。うん、ここ3連単でもう相手は広めに勝っていいんじゃないかなと。もちろん郡司選手は、まあ、先行するというか、想定してるので、外したいと思いますが、それ以外もどの選手が来てもおかしくないんで、3着は広めに買いたいと思います。で、もう深谷選手の1着はもう固定しでいこうかなと思いますんで、 あとは9運と、まあ、3685とかですね。あと7-1、まあ、結局全通りでしたね。まあ、9の1着で、2シャッター広めにほぼ全通りを買って、初日の特選は、勝負したいと思います。まあ、これがですね、結局4日目最終日決勝になったら、また結局郡司選手と深谷選手が決勝に来て、今度は深谷選手が前回るからっていう話になるんですよね。まあ、それもまあ想定して、初日は深谷選手が郡司選手の番手から出て1着ということで、このレースを狙いたいと思います。